さんこんにちは、藤本です。さあ今日はですね、はしゃぐ子犬がフローリングで滑らないために飼い主様ができること、これを話します。はい、まあこれをね、なぜお話ししようかなと思ったのが YouTube のコメントです。ありがとうございます。まあそこからね、ちょっとまた抜粋してお話しさせていただこうと思いますけど、まあこれ YouTube のねコメントいただいたんですけども、よくある話ですよね。よくある、ぜひ聞いていただきたいと思います。じゃあね、早速読ませていただきます。質問なのですが、家のフローリングがツルツルしていて、状況的に非常に悪影響だと知り焦っています。てんてんてん。何か敷いたりすることを考えていますが、いたずらが絶えないので、何かいたずらしづらそうで、滑り止め効果のあるアイテムのおすすめはないでしょうか。てんてんてん。教えていただきたいです、っていうお話でした。はい。まあこれは皆さん一度は考えたことがあると思います。はい。もうこういうてめっちゃ走り回るじゃないですか。もうダラ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 ってか、すげえなーみたいな、ドゥワーンってるじゃないですか。でそれを見てると、やっぱり滑った時大丈夫かなとかね、いやー膝大丈夫かなとかね、ねなこけてとかで大丈夫かなってすごく心配になると思います。でこの質問ではこのアイテムをっていうことをやったんですけども、まあアイテムに関してはもう僕じゃなくても正直検索するといっぱい出てくるんで、まあそこからいろいろと試しながらやっていただけたらいいのかなと思います。なので、まあ今回はせっかくね僕の YouTube なので、まあ僕の切り口っていうことで今日はちょっとお話しさせていただけたらと思います。じゃあ、僕の切り口としては、飼い主様がすぐに言うのができるかな。飼い主様ができること、知ってできることっていうのを今日お話します。滑らないためにどうするのか、道具も大事なんですが、結構ビリビリにやっちゃうじゃないですか。みんなができることはここなんです。ここ肉球です。肉球、ここをケアをしっかりと仕上げること、めちゃくちゃ大事です。めちゃ大事で、よく僕はすごく思うんですね。ここのケアっていうのは、伸びてこう被ってきてから綺麗にしようか、では怪我します。ここは伸びきって肉球が隠れてきたからケアじゃなくて、隠れる前にケアを仕上げるのが本当のケアのタイミングなんです。わかりますかね？例えば、まあ、フローリングって結構ツルツル滑るじゃないですか。で、まあ、今皆さんがもし靴下とか履いてるのであれば、靴下とフローリングセットならば、床、こうやってやってみてください。結構滑りませんか？それを、じゃあ、靴下を脱いで、裸足でやった瞬間、キュッと止まりますよね。靴下と明らかに滑り方が違うと思います。それはなぜかというと、足の裏に、ちょっと汗をかいて、それがグリップとなって、滑らないようになってるんです。それが、子犬ちゃんも一緒なんですよね。ただ、子犬ちゃんのね、肉球、汗がきます。ここがキュッと止まるんですが、そこに毛があると、それは靴下を履いたのと、同じ状況なんです。なので、しっかりと僕こうケアしてあげて、常に出ている状態で、できる限り滑りにくい状況にしてあげましょう。っていうのを僕はすごくお勧めさせてもらってます。はい。じゃあ、皆さん、今から子犬ちゃん連れてきてください。この YouTube 一回ストップしていただいて、連れてきていただいて、ぜひこの宿題、皆さん一緒にやりましょう。はい。っていう形で今日の宿題は、これです。はい。じゃあですね、皆さん、もうね、お膝の上に、ワンちゃん、子犬ちゃんがいると思う、と信じて、ちょっとお話しさせていただき、いなくてもいいですよ。いてたらもちろんわけです。ぜひチェックしてください。ポイントは一つ。これは宿題で、もうぜひね、やってください。いなかったら後で。いてたら今宿題やりましょう。一つ。足の裏、この肉球の限界ポイントっていうのを、飼い主様の方で知りましょう。OK ですか？じゃあどういう風にするのかっていうことなんですけども、足をね、まあ、ちらっとめくっていただいて、肉球。こういう感じで、大きいところと、ちっちゃいところ。大きいところ1個。ちっちゃいところが、4つ、肉球があると思います。はい。それを皆さん、見てみてください。そこに、毛が、かぶさっていないでしょうか。綺麗な肉球がすべて見えるような状態。であれば、OK です。それが、ちょっと毛がかぶさってきて、ここ半分ぐらい消えてるなーとか、ここは、なんか4分の1ぐらいもうなかぶってきてるなーとか、
4分の1ぐらいであればそろそろやりましょうかっていう、もう黄色信号ですね。もう半分までいってたらアウトです。はい、もうそれはやっぱ滑る頻度が、可能性がかなり高くなってくるんで、ぜひ、トリミングとかでケアしてあげましょう。で、これはじゃあうちのワンちゃんでどれぐらいの頻度でいったらいいんですかっていう質問をね、たまに受けるんですけども、これは個体差がめちゃくちゃあります。なぜかというと、散歩の量とか質、あとトリミングの頻度で全然違うからなんです。なので皆さん各自で見てほしいんですよね。はい、しっかりとこの4つ、ごめんなさい5つだった、5つの肉球がしっかりと全ての足、4つ足全部見えていれば OK、 見えていないのであればどれぐらいの感覚でやってあげた、どれぐらいで4分の1とか被ってくるかなっていうのをしっかり毎日チェックしてみてください。はい、大丈夫でしょうか。で、被ってきてたらそろそろ行った方がいいだなっていうのをタイミング作っていってあげましょう。で、できるだけ滑らないように肉球のケア仕上げてくださいっていう形で、また明日もね、こういった内容を話していきます。楽しみにお待ちください。ではまた明日お会いしましょう。さよなら。